皆さんこんにちは、藤森哲也です。今回から全26回にわたり俺の九千櫓を解説していきたいと思います。櫓で攻めるのが好きなのに相手に先行されてしまい困っていませんか？本講座では後手番ながら様々な攻め筋を駆使してダイナミックに先手櫓を攻略していく、そんな攻めっ気 120% の戦法を紹介していきたいと思います。ぜひ覚えていただき気力向上に役立ててください。第1回は俺はなぜ九千櫓なのかを解説します。それでは大盤を使って解説していきましょう。先手7六歩、後手8四歩、まあ、この8四歩がですね、九千櫓、まあ、元櫓の出だしなんですね。で、まあ、先手がここで、まあ、居飛車だと2六歩と突く手と6八銀と上がる手とあるんですけれども、まあ、ここで2六歩と突いてしまうと角換わりとか横歩取りとか、まあ、そういう将棋になるんですけれども、本講座ではこの6八銀ですね、6八銀として先手が矢倉を目指してきた時に、後手番で九千矢倉を使うというそういう講座になってますので、まあ、先手がここで6八銀と上がってきたら、まあ、この講座を、まあ、最後まで見ていただければこの6八銀の瞬間に心の中でガッツポーズができるようになるかもしれません。じゃあここから実際に進めていきましょう。3四歩6六歩6二銀5六歩5四歩4八銀4二銀5八金右、まあこういう感じで、まあ櫓のよくある、序盤の駒組みなんですけれども、まあ、あの必ず、自分の周りにですね、こう櫓ですごい強い人っていうのはいるんですよね。でそういう人になかなか勝てないということで、どういう戦法がいいかっていう時にこの九千櫓になるわけですね。5八金右と上がったので後手3二金と上がります。7八金4一玉6九玉7四歩6七金右、まあ、この6七金右で、まあ、先手の矢倉もだんだんと駒組みが終わってきたんですけれども、まあ、ここからよくある後手番の組み方は、まあ、5二金と上がりまして7七銀に3三銀7九角3一角とこうお互いにこう角を引いてですね、こうこの斜めのラインで角を使っていくんですけれども、九千櫓はもっと早い段階からこう攻める体勢を作っていくんですね。はい、今この6七金右と、上がった局面ですけれども、ここから6四歩と突きます。あ、そうですね、この5二金と上がってないここですね、ここで6四歩と突きます。この6四歩が九千櫓の第一歩になります。もうそうですね、先ほどはこう角をこう引いて使う順を解説したんですけれども、もうこの角はですねずっとこの2二の地点に行ってこの斜めのラインで攻めようというそういう作戦です。先手7七銀5二金7九角そして7三桂と跳ねます。2六歩8五歩2五歩となって、まあ、だんだん駒組みが終わってきたんですけれども、まあ、あの九千櫓で、まあ、俺はなぜ九千櫓なのかと、まあ、そういうふうに思う方も、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけれども。今のですね櫓っていうのはたくさんいろんな作戦がありまして、一番有名な先手の4六銀3七桂型っていうのがあります。
こう3六歩から3七銀4六銀と上がって3七桂とするわけですね。でこれが4六銀3七桂型なんですけれども、それ以外にも、こう2五歩と突いて3七銀から1六歩と突く加藤流っていうのもあるんですね。あるいは3七桂と跳ねてこう相手の作戦を見ながらじっくり形を決めていく森下システムというのもありますし、最近はですねこの矢倉じゃなくてこの金と玉を逆にしてこう角を出るような、これ最近出てきた藤井流矢倉というのがあるんですけれども、まあ矢倉をやっているとですねもうそういういろんな作戦にこう全部対応しなきゃいけないというか、それぞれ対策を持っていかないといけないんですけれども、この急戦矢倉を知っておけばもうそれだけで全部に対応できます。でなおかつ後手番で攻めれるというので、とてもやっていて面白いと思いますね。今2五歩と突いた局面で、これからもう早速戦いが始まっていきます。まずここからですね、これよく見ると、後手の囲いはですね、こう見るとカニ囲いなんですね。カニ囲いにこう飛車と角と桂とあとこの銀を使って攻めていくっていう、まあカニ囲いだったらまあ誰でもできると思うので、すぐに使える作戦だと思います。こっから6五歩と行く、まあこれがですねこう米長流急戦矢倉の速攻型という作戦になります。まあ以下はですね同歩としまして、同桂6六銀にこう6四歩と一回桂馬を支えて、まあ、それからですねこの飛車を使って8筋あるいは7筋からこう攻めていくと、8六歩や7五歩と攻めていくのが、これが米長流の速攻型になります。まあ、これはすぐ攻めていけるのでとてもシャープで、まあ、とやっていて軽くて面白い戦法ですね。で、まあ、その後ですね、その後はここで3三銀と、まあ、飛車先を一回受けるわけですね。で3六歩に6三銀と上がります。でこれが、米長流急戦矢倉の本格型になるわけです。まあ、これはですねこうさっきまでカニ囲いだったんですけれども、そのカニ囲いの銀をですねこう4四銀と次に出てきて、まあ5五歩あるいは6五歩とこう中央からすごい強い戦いができるようになります。まあ先手もまあいろいろ対策があるんですけれども、まあ3七銀と上がったりだとか3五歩と先手から仕掛けてくるパターンもあって、まあこれもこれからですねじっくりとたくさん解説していきたいと思いますね。まあなので、次回はですねこの6五歩と、速攻型をからまず調べていこうと思います。まあこれからたくさんいろんな戦い方が出てくるんですけれども、急戦矢倉を覚えて勝率を上げていただきたいと思います。いかがだったでしょうか。次回は米長流急戦矢倉速攻型その1を解説していきます。